対戦よろしくお願いします。ラフレシアとかいう珍しいポケモンがいますね。では今回の私の戦術とくと味わっていただきましょう。戦術ポケモンはすでに決まっている。お相手からすればまともなやつとそうでないやつが交互にいるので、まともじゃないとか失礼なこと言うなよ。サンダーとエースバーは見せポケですね。突然なんかサプリメント的なサブレにハマったサンダーと特製リベロで主婦になっているエースバーでございます。はい、今日も長ネギ携えて、後方腕組みで観戦をよろしくお願いします。では行くぜ。 BGM がなんか物騒だな。この2体できたか。いいぜ。これは味方に何かしてくる、この指してくる可能性あるな。これトリックルーム、そしてこの指止まれ。向こうも同じことしてくる可能性はございますゆえ、さあこちらの方が早いということは向こうはこの指使ってないね。これゴーストダイブ、これターゲットは吸ったよな。いやすらシュイーン、ホゲー、やったぜ。出落ち、いないいないな、これでいいんです。ではではデスバーンを時空を歪めましてルリに参ります。ターゲット自体はあのトゲピーに行ってるはずです。割と珍しい光景のような気はしますがね。ではまずはそこにいるトゲキッスちゃんには消えていただきましょうか。アクアジェット、味方のデスバーン。というかルリリタイプノーマルなんだよね。何ほう、ラフレシア出てきやがったな。ジェット、味方威力10、弱点保険とさまよう魂が起動し、特性が力持ちになりましたぜ。火力突然の4倍。ドラパルトには当たらねえが失礼するぜ。突然の死、あばよ。ラフレッシャーはその傾向的に揚力素で防御に振ってたりするのかな。吸ってねえ。痛えよ。攻撃判定が発生してないからまだってことか。これやってくれますね。超痛えじゃんこれ。オクタンも来たかよ。このまま押していきたいところだがね、仕方ねえな。作戦変更といこうか。いや待て、ゴーストダイブ、いやダイマックスしてしまったらアンコールは弾かれてしまう。これ非常に難しいところ。作戦自体は決まってるんでな。でも向こうダイマ絶対切ってくれる。問題はどっちが切るんですかって話なんですよ。時間がねえ、時間がねえ。大ウォール、ルリリ交代、これしかねえ。ちょっとまあお相手を信じてる。よし、撤収。ちょっとトリックルームの1ターンを無駄にするということがいかに愚かな行為かは理解してるつもりですが、一応それでも負けはない選択を取ってるつもりなんですが。さあデスバーン体力70しかない。切ってるだろ、切ってねえ、マジかよ。これだったら雪崩で勝ってたのか。危ねえ、死ぬ。火炎放射、等倍だけども、痛え。そうかルリリノーマルフェアリーだもんなあいつな。さーてではでは、この状況で守るとかをしなさそうな方から潰していきましょうか。あのドラパルトは両刀なのか。ではデスバーンの方が遅いわけでバッチリ仕事はさせてもらいますよ。ダムとか持ってねえの見たし。キノコの星、絶望の旅路へようこそ。さあドラパルトは動けない。そして今です、ダイアース、4倍火力、とくと味わっていただこう。よし、粉砕完了。これが力持ち、弱点保険、デスバーンの恐ろしさ。ついでに玉毛だけが強くなるぞ。眠ってな。さあ玉毛だけにしてる理由はトリックルームでの圧倒的な素早さよ。そう、コータスより遅いからな。そう簡単にはトリックルーム化ではどうしようもないぜ。では一体一体確実に潰させてもらいますよ。この指してもいいが、してしまったら最後
結局トゲキスが落ちることになるぜ。まあちなみにこの状況はこの指が正しいんだが、ダイマ切ってこないな。まあ眠ってもうてるからね。ダイマしたらまあ負け格か、冷静に考えたら。そう、ダイマしたらボールしかしてねえからな。ってなってきたら、この残りの状況、無効的には放置を防ぐ術がないか、デスバーンも放置することになるか、どっちかの二択では、絶望の瞬間ですよ。しかし私もまだ諦めてはおらぬよ。せっかくここまで起き上がった。ジェットポケー、そっちかよ。まあでもそうか、キノコの方針即死だもんな。だけどよ、まああれだ、結果論ではあるが、正解はデスバーンを落としきることだったぜ。ではでは、やってやりましょう。おそらくデスバーンがいかに火力を上げようとも、ダイマしたキッスは落としきれないとの判断でしょうね。それに対してキノコの奉仕はこの状況でさらに重ねられたら絶対に負けてしまう、そういうことでしょう。であれば、その認識が誤りであるということを教えて差し上げる必要があるようですね。チュエダシュケー、いくぜ。パチ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 、いくぜ。一撃で落とす、そうデスバーンなら可能。やったぜ。ドーンドーンドーン、うわー、という戦法です。はい、即起きされたから、普通に巻き合ったから危なかったですね。ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。お相手にガオガエンとかがいますね。天敵の部類ですね。先ほどと同じ戦術を仕掛けていきましょう。いくぜ。まあさっきの試合でギリギリだったところもあったので非常にバレてると思いますが、この戦術自体はバレてたら全然強くないんですよ。バレてなくてもたまに邪魔されてしまうことがありましてね。はい、まあ弱点としては、まあデスバーンに集中砲火行くとかね。ただ強みとしてはですね、さまよう魂の特性入れ替えが表示されてないところなんですよ。うん、なんか入れ替えたぜみたいな感じにならない。味方同士だからかな、あれは。だからしれっと力持ちになってることがお相手にバレてない可能性があったりするんですよ。うん、なのでどういう状況なのか、弱点保険で見逃すってのはありえます。さっきの方もそうだったのかもしれない。ちなみに私がされた時も見落としたから、うん、何やってんだって思ったけど、あ、入れ替わってたんだみたいな。そう、弱点保険のモーションがなんか銃に対してさまよう魂の入れ替え1秒ぐらいしか表示されねえからね。印象的な問題で、というかスターミー珍しいな、ましてやダブル。しかしスターミーはともかくとして、サザンに関しては単体攻撃の雨あられなのでトリックルームでいいでしょう。さあトゲピーさん、この指止まってもらおうか。ダブルでスターミーで範囲技はねえと思うんだけど、わかんねえなこれ。スターミーダブル初めて見ました。いきなりですかい。どっちだ、ハイパーボールだ、どっちだ。サザンの方が困る、あ困る。あ困る、これ超困る、受ける。さーて襲いかかってくるぞ。この中で早いのはスターミーの方か。この指止まれ、止まって。これスターミーにやられる、 メテオビーム。これシンプルな単体火力でやばいやつだ。ちなみにトゲピーの持ち物はね、 あっち行ったりこっち行ったりするんですが、今回はタスキじゃねえんだよな。あれタスキだったっけ、どっちだっけ。あ、タスキだったかもしれない。あれ撃つよね、撃つよね。今ルリリじゃなかったっけ。あ、ルリリだわ。これはやばいですね。さあその後のダイアークを受けきれないでしょう。アシッドだった。なんかいけるかも、なんかいける気がする。よし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 、まだ可能性ありますよ。ですがこの状況でこれなかなか苦しい展開になりそうですよ。どうやら弱点保険での移植手術やってる場合じゃねえと見ましたね。では
仕方ねえな。ルリリでジェットして火力4倍にしてからの大ロックで落とせればいいけど、スターミーも無視できない状態になってる。ドロポンの方がまだマシかな。まあ水技ないわけはないので、玉毛だけでいきましょうか。しゃあない、作戦変更、いくぜ。ではでは、そうですね、順序立てていけば問題はないかな。デスバーンで大フォローをスターミーにぶち当てる。そして玉毛だけ怒りの粉、これで吸ってもらいますか。いや、吸ってもらう必要あるのかな。玉毛だけ多分落ちないんだよね、これ硬いですから。キノコの奉仕サザン、これで完璧に相手の動きを止めるぜ。まだ負けたと決まったわけではない。そう、トゲピーが早く落ちてもらうことでこのコンボの成立を早くするっていうのが目的なんですけど、ただ逆にそれが調整が非常に難しいですね。さっきみたいにあまりにもたやすく超火力の連打、両方ともデスバーンの抜群で攻められると弱かったりはします。その辺困ったちゃん。大フォロー確実に一体ずつ仕留める。ただ今回はデスバーンのコンボ成立がかなり遅いわけですよ。そういう意味では困ったちゃん。さあサザンは動けない、アシッドで火力が上がってるからご注意を。次のお相手のポケモンはなんとかサザンの耐久を落として攻めていきたいところですね。猫魂か、威嚇で攻撃が下げられちったよ。あいつにはもうアース打つしかねえな。アースで玉毛だけ交代だな。ルリリ行きましょう。このタイミングで行く。かなり苦しい展開ですよこれ。まあこの状況で出てきたガオガエンのやることって言ったらもう一つしかないですからね。はい、玉毛だけを残してても特に意味はないでしょう。失礼、起きんなよ。やはり猫魂いて、サザン起きんなよ。明日特防上げとけば一発で落ちることはねえはずだが。おら、こいつ勝てえ、マジかよ。サザンまだ起きるな。特防上昇、ほう、オープン。起きるね、オッケー。よし、小さくなったな。これでようやく勝ちの目も見えてくるってもんよ。現状デスバーンにアクアジェットを打ったところで、残念ながらあの効果がありません。さまよう魂は起動しないのですよ。であればこの状況でできること、手助けかな。とりあえず手助けでデスバーンの火力上げて、まずはサザンを潰す。サザンに逃げられたらまずい。気づいたか、いやそっちじゃねえそっちじゃねえ、今しかチャンスはねえ。落とすぞ。第6、失礼。おら、うっさい。耐えんのかよ、これでも耐えんのかよ。こいつはしてやられたぜ。寝てるからジェットが正しかったか。威嚇が効いてますね、こうしてみると。さすがにサザン君これ以上の睡眠はねえと思いますので、これは今回やられたかな。さあデスバーン元の姿に戻ってしまう。ですが今回はスマートにいってるからまだターンがあるのか。なんとか命拾いしたってやつだね。正直あれだ、もうターン切れたかと思ったから勝手に諦めていたが、まだチャンスはある。ここで必殺のコンボを起動するぜ。このパーティー考えることすごく多いの味方、さあトゲキッスが吸ってない、チャンス、いくぜ。吸われてたらやばかった。まあ
それでもサザンは消えてもらう。なんで？それは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 許して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 見逃して見逃されない。勝ち拾ったと思ったんだけど、まだ諦めるな、まだ諦めるな、まだ終わったとは限らん。いや、ほぼ終わったが、くそー、まだ終わったとは限らんからな、まだ終わったとは限らんからな、大事なことなんで何回も言うぞ。こっから勝つんだよ。トリックルームがないとこいつらの S の遅さっていうのが全く生きないな。さて、ガオガエンが炎技を覚えてないってことに期待するのは野暮ってもんよ。であれば猫魂で潰してくるのは奉仕持ちの玉毛だけだろうね、やはり。ってなってくると、まあルリリはルリジェットしても意味ねえな、今力持ちじゃねえし。アンコールでもしておくか、いや手助けか、いや手助けもいらねえな、当たれば倒せるんだ、だったら甘えておこうか。頼む、攻めてこい、俺はまだこの試合を捨ててねえ。向こうも考えてるのか、猫魂どっちですよね。おはよう、耐える。お言葉に甘えまして、よし、 OK。 まだわからない、なんでか知らないけどまだわからない。よしよしよし、これはジェットで落ちてくんねえかな、無理か。悩みますね。奉仕ガオガエン、ジェットいけいけいけ、押せ押せ。これ対処、 お相手が対処ミスったら勝てる、まだ勝てる、いけー、よし。竜のハドゥー玉毛だけ効かんよ、効かんよ、挑発ふざけんなよ。落ちろ、よし。よし、ここでこいつはきちいよ。もうさすがに無理か、挑発まで持ってんのかよあいつ。花粉団子ルリリ、まだ打てる、まだ技打てる。これアンコール打ってたら、いやでもそれだったら砂で落ちてねえからな、まだわからない、同じ技打ち続けてくんねえかな。もうこっからは攻撃してくるか。お、ダブル挑発とかマジやめてください、これちょっと。入念に潰すのやめろ。だがな、だがある。よしよしよし、オッケー、ルリリ回復、まだ諦めない、まだだ、まだ終わってないんだ。くぅ、花粉団子味方、お相手何の技覚えてんだこれ、全然攻めてこねえじゃん。いくぞー、まだ終わってない、まだまだ諦めない。お相手は威嚇入ってんだよ、威嚇じゃねえ、甘えるが入ってるからな、まだまだわからないかもしれない。行くぜジェット、オラだ、勝って。ふざけんな、やめろ、うぎゃ、耐える。よし、威嚇いただき。ざまみろ。いけるいけるぜこれ、おら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 、ねえねえどんな気持ち団子、ふう、まだいける、まだ負けない、まだ終わってはいない、挑発の効果が切れたぜ。さあどうするよ、どうするよ。さまよう魂が今度発動してしまったら、こちらが威嚇、これどうすればいいんだ。これ放置されるかな、こっち。まあでも奉仕当たったら向こう的には負け確なんで、さてってなってきたら、もうこっちはジェットしかすることね、だって無理だもんなこれ。そう、うん、
さまよう魂での取り替えっこプリーズが続くことになるぜ。ジェット、うらっ、さまよう魂チェンジ。よし、再び威嚇されちまうぜ。なんだこの試合やべえよやべえよ。フレアドライブ、さすがにキノコ落ちるんじゃね。トゲや、反動で押せ押せ、欲しい頑張りすぎだろお前らお前ら頑張りすぎだろ。よし、挑発の効果が切れる。フレアドライブをわざわざ固定する必要もあるまいよ。結局はダメージを与えなきゃ勝てねえ。アクアジェット、このチャンス生かせ生かせ、一発でも急所一回当たったら勝ちだろ。オッケー、行け行け、押せ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 、ルリリ頑張れルリリ頑張れ。デスバーンの損害を抑えるために攻撃全然振ってねえんだけど、頑張れ。フレアドライブショアデーッおら、取り替えっこプリーズ。よし、ルリリの威嚇キッハー。よし、いける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 、頑張れ頑張れ頑張れ、マジ頑張れ、超頑張れ、いけ、無理か、無理なのか、反動でギリいけないか、どうだ、頑張ってマジ頑張ってマジ頑張っていけるっていけるって、ここまでルリリたちが頑張ることになるとは正直全く予想して、ぐわー、そんな、うわー反動できたかもしんない、反動でいけたやん、悔しい、めっちゃいい試合だったルリリ、たまげだけ、お前らはよう頑張った、お前らはこの細い勝ち筋紡いでめちゃめちゃいいバトルを生んだよ。ありがとうございました。